にちは、みほです。今日はこんなビルの谷間のオアシスみたいなところを通りかかったので撮影しました。今日もムシムシ暑かったので二の腕を出した格好をしていますが、お店の中に入ると冷房が効きすぎていて寒いので、カバンの中には大判のストールを入れてあります。一つ持ってると便利なんですよね。もう10年以上同じものを使っていますが、まだまだ使えるお気に入りです。予定が終わった後、今日はかき氷を食べるぞと思って目当てのお店に行こうとしたんですけれども、調べたらなんと20組以上待っているらしく、今日は諦めました。まあ日曜日ですし、暑いですし、そりゃ混みますよね。というわけで安定のファミレスに向かいました。甘いものを食べる気満々で向かいましたが、お腹が空いていたので私はこちらのオニオングラタンスープとドリアを注文して、りょうこちゃんはカレーですね、エビが乗ったカレーを注文していました。はい、そして今日のお目当てはこちら、メロンのフェアをしていたのでそれを食べました。りょうこちゃんが注文したこちらは杏仁豆腐が入ったパフェみたいな感じなんですけれども、りょうこちゃんが伝えようとしているのは、ここまでだと思ってたらここもあって、ここがあったんだよね。そう、ここもあった。嬉しい。ここまでだと思ったら、そうそうそう、あったわけね。そうそうそうつまり思っていたよりもたくさん食べられるということです。じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。